はい、始まりました。はい、こんにちは、イクラピーです。こんにちは。なかなかないですね、この3人が並ぶって。ないですね。何つながりなんですかね。何つながり。はい、今回は、まあ、ロングライドつながりということで、はい、まあ、この前の休日に皆さん、おのおの一人ずつ、勝手にロングライド行ってきたんで、決してみんなで行こうとはならないというならないですね。勝手に一人で行ってましたね。なるほど。なので、はい、はいはい、まあそのロングライド談義といいますか、はいはい、ちょっと楽しかったところと、はい、次行きたいところを、はい、いろいろ話して、はい、しましょう、はい、という回です。はい。その前にあれですかね、どこ行ってきたかとか聞いてきましたかね。そうですね。池田さんはどこ行ったんですか。僕はですね、あの三好に、広島の中をぐるぐる回ってたんですけど、はい、三好の方に行って、でその後セラ、あのフルーツの里、セラのところに行って、で、しまなみに行って帰ってきたっていう感じですね。尾道行って帰ってきた。あ、そうです、そうです。あの、なんか山行って、海行って、船乗って、また本州に帰って。あれ、船どこに乗るんですか。船は、あの、しまなみ海道の因島っていう二つ目の島から、あの高速船に乗って帰ってきたんですけど。あ、広島まで来れるんですか。ええー、あの、竹原。あ、竹原の方まで行けるんですね。はい。いや、高速船、まあ、もういきなりやけど、高速船乗ったのに。どういうこと、どういうこと。あの、楽しかったですか。めっちゃ楽しかった。あの、ロングライドの中でも、あの、それが一番楽しかった。それってどうなんですか。ロングライドじゃなくて、高速船が楽しかったんですか。いやいや、もう、あれ、あれ、あの、予想してる高速船ってなかった。何なんだっけ。あの、僕が思うのはなんかちっちゃいボートみたいな感じのイメージですけど、まあまあ一応ちっちゃいボートやったんやけど、あの、はい、速度がですね、本当に高速やったんですよ。まあ高速船ですかね。高速船なんで、で、あの何ち、まあ、なんていうのかな、悪く言うんじゃなくていい意味でしっかりしてないの。船がバタバタするガチャガチャしてる。ガチャガチャしてて、なんかこの怒りみたいなのも速度上げたら海の方にバーンって放り出されて、これ大丈夫かなとか。アドベンチャーがすごかったですね。ハラハラドキドキですね。ちょっとちょっと他はないですか。いや、それは今のところ高速船が楽しかったって話ですよね。いやいや、まあ、まあ、あの、まあ、ルートはそんな感じですよ。はい、楽しいところは、まあ、もちろんあるんですけど、はい、それも一緒に言いましょうか。いや、あっちにしましょう。はい。もうこう学びますか。もう行きましょうか。はい、僕はちょっと特殊なんですけど、目的地が先に決まってて、うん、ついでに自転車で行こうかみたいな感じだったんですよ。あの、島根のちょっと古いお家にですね、はい、ちょっと撮影に、写真撮りに行こうっていう話をしてて、で、最近ちょうどタケちゃんが島根によくロングライド行ってたんで、あったら僕も行ってみようかなと思って行ってきました。おお、それはどこやったんですか。島根の大田市。大田市、はい、三瓶山のちょっと横の近くにある町なんですけど、なるほど、その辺まで行ってきました。なんで普通ロングライドって軽装じゃないですか。はいはい、僕カメラががっつり積んで行ったんで、あ、ちょっと旅みたいな感じで。それ何日1日で行きました。1日。これ、ね、大丈夫ですか、カメラ。カメラは大丈夫です。あの、普通にパニアバッグに、その中にあのクッション材、インナークッションみたいなのがあるんですけど、それに積んで行ったんで、全然大丈夫でした。いいですね。はい、なんでいいトレーニングになりました。でもルートはもうその行って帰ってくるっていう、一直線の。一直線ですね。一応、途中、もう、あ、まあ言わん方がいいかな。違う、まあ後で、じゃあ。まあ後でちょっと言いましょうか。目的地はそこでした。僕はもう、あの、ロングライド行ったやつ両方とも YouTube で公開されてるんですけど、あの、あれですね、さっきあの村上さんが言った大田ってところ、広島から大田ってところまで行って、そこから、あの、右に曲がって、あそこですね、
神社伊豆大社。伊豆大社。すぐ伊豆大社。自分に縁がなさすぎるの。あ、伊豆大社多分縁がないです。伊豆大社の方、出雲の町に行って、あの三好経由で帰ってくるっていう54号で、それをもうすでに2回やってるってことですね。54号って結構走りやすい。走りやすいっすね。なんか車も少ないですし、夜っていうか、本当に車少ない時は結構行きやすいというか、なんか途中から下り坂になってるような、いや、ずっと下り坂っすよ、途中から。そうっすよね、2、30キロ下り坂になるのかな、あれ良かったっすよ。上り考えたらちょっと辛いですけど、そこを上ろうと思って。そうですね、だからいつもあの反時計回りですけど、いや、時計回り、時計回りですけど、ちょっと半時計回りではちょっと行くのはちょっと考えますね。だからギュッて登ってスーッて下る感じ、そんな感じだと思うんですよ。そっちの方がなんかええような気がするんですね。なるほど、はい、そんな3つ、はい、そんな、そんな工程で楽しかったことをちょっと。なるほど。みんな距離どんぐらい走ったんですか？僕300キロ。300キロ。僕220キロ。僕は290ぐらい。おお、まあまあ200オーバーですね。200しか行ってないね。はい、まだまだですね。まだですよ。まだっすよ。僕今回が多分一番長い距離走ったんですよ。200、一日で一番多く走った。220。僕から話していいですか？あ、どうぞ。もう200、1日で走るっていうのがなかなか僕しないんで、いろいろと、いろいろっていうか、まあ補給系はちょっとしっかり持っていこうと思って、はいはい、たくさん持ってったんですよ、はい、あのこれぐらいあったら余るぐらいだろうと思ったら全部使ったんで、あ思った以上に消費したなっていう感覚ですね。お腹減りますよね。全然減りますね。コロッケと、あとコンビニで買えるバーみたいな、バータイプのやつ買って、あと最終兵器としてあのバナナゴー、しっかりとしたジェルの補給食のカフェイン入りを持ってきたんですけど、もう全部使いました。カフェイン入りはどうやったんですか？あれマジで効きますね。マジで効きます。マジで効くの？やばい、効きますね。騙されたと思って使った方がいいですよ。マジでギリギリなところでやると、ギリギリになる、やばいっす。あの3時間ぐらいは全然へばらないっす。マジで効く。そんな効く？あのその3時間のうちに補給は入れとかなあかんすけど。あ、補給は、はい、入れます、ね、あのなんかカフェインの効果はちょっと持続する感じします。うん、なんかどうなるんですか？あのサイヤ人になった感じですか？そんな、あ、ま、痛みがなんか痛みがまたなんか特殊なパターン。いや、僕はそんな感じがしたんですよ。ちょっと痛み和らいだ感じがした。あ、右膝がちょっと痛かったんですけど、それのバーンを摂取してから行ったらちょっと痛み和らいで乗れるようになったかなっていう。麻痺してたぶん麻痺だと思うんですよね。すごい。僕の場合はあれっす、疲れてくるとちょっとぼーっとしてきちゃうんで、あ、飲んだらしばらくしゃっきりちょっと目がキンとした感じで走れるっていう。それでピリードの時はカフェイン入れるっす。じゃあ今度試してみよう。いや、やってほしい。あれはすごいっすね。あれ何本までいいんやったっけ？ああ、もう1時間1本とかじゃダメだよ。ダメです。そういう使い道じゃないんです。絶対死にます。いや、もうそんな死なないと思うんですけど、あの多分体調悪くしますよ。体調が悪く、胃とかガビガビになるっす。胃とかガビガビか。もコーヒー飲みすぎたらちょっと苦しくなるんじゃないですか。ああ、しんどいね。それカフェインですから。エスプレッソずっと飲んでる感じか。そんなんですよ。ああ、そうっすね。それはしんどいわ。来たって時、疲れた時にグッていくのが大事ですよ。なるほど。じゃあもうあのポッケの奥にちょっと隠しとく。まあ味はあれですけどね。味はそんなに美味しくはないですけど、効き目は抜群。なるほど。ええこと聞いた。1本だけ持ってったけど、それで十分でした、ね、いや、1本で十分かもしれないですね、うん、2本あったらいいかなって。それで1本かな。200キロの1本でよかったっす。200キロ1本ですね。あと、あの行く途中にタケちゃんからの弾魚系、はいはい、
断魚家行ってみなって言われたんで。断魚家ってあの立つに立つに魚魚、はい、っていうことはなんかこう魚が登れないようになってるような。まあそういうわけでもないですけど、登れそうにはないです。多分あのこう荒れてる時は魚があのぶつ切りにされそうだから。ああ、ありそう。すごい岩が水で削れた浸食してる。なかなかダイナミックな大自然で。どうだったですか？あれはあ思った以上に絶景でしたね。いやです。すごかった。で島根ですか？島根です。島根ですね。はい。たけちゃんが YouTube 紹介してたところより、はい、多分奥に行ったんよ、これ、うん、で、すごいあの水面ギリギリまで降りることができて、もう絶景でしたね。行った方がいいですね。いいですね。断魚家あれ良かった。これも本当ロングライドの楽しみの一つと言っていいですか？あ、まあ、そうですね。僕全然あの断魚家とか知らずに行って発見したんです。ここすっげえいいじゃんっつって、途中にいきなり現れた。よく見つけたな。いやもうめっちゃいい場所やと思って、あれですね、2回目も行ったっすから。あ、なるほど。1回目はちょっと上から見下ろす程度なんですけど、2回目を見ようと思って、うん、あ、でこれもあのロングライドの楽しみですよね。なんか思いがけない発見、うん、ありますね。素晴らしい。あれは良かったです。あれは楽しかった。嬉しいっすわ。あそこ本当にいいポイントだと思うんですよ。へぇ、いいね。下になんかキャンプ場もあるので多分。ああ、あったあった。あれあの豪雨の時やばそうで。絶対やばいよ。増水でちょっとやばい。やばそうっすけど、はい、そうっすよね。でもなんか良さそうっすよ、大自然だなって感じが。ハンモックがつけ使えそうでした。ああ、ハンモック流されるなんか。ゴルフやったら行かない方がいいです。ゴルフキャンプしないでしょ、普通。ゴルフ良かったです。確かに自然の自然をめちゃくちゃ感じましたね、うん、あんま行かないですからね。もう非現実感がすごい味わえるんですね。それこそ2泊とかになったら1日がかりやから、1日が長いよね。長い。確かに長いです。次の日になったら本当に昨日行ってたんだろうか、そんな距離みたいな、うん、まあ、ちょっと夢のような感じで、ね、夢の中に寄ったみたいな。あれもしかして寝落ちみたいな。そんなのがあるんですよね。山を越えて行くロングライドっていうのも初めてやったんで、あ、朝早朝5時ぐらいにスタートして行ったんですけど、頂上来た時すごい濃い霧が出て、その中の田んぼのもう鴨が広がってる田舎道をノームの中走っていったんですけど、うん、もうそれだけで楽しかったんですけどね。普段やんねえなと思って。そんな普段絶対走らないとかじゃないですか。走らないじゃない。全然違う経験できるっすよ、うん、ですね。そんな感じです。で肝心の写真はどうだったんですか？肝心の写真、あ、まあ、写真はバッチリいいの撮りましたよ。え、肝心かどんなに普通に古民家。あ、もうリアルに人が住んでた家を使っとったんで、はいはい、スタジオになった。スタジオとかじゃないんだ。もう普通の人の家を借りて。そう、でも生活感がリアルに出てる写真が。ああ、なるほど。またすそうですね。すごい、100キロ走ってくる。写真撮って100キロ走って帰ってくるんやろ。そうっす。でも200キロぐらいちょろいっすよ。なるほど。あ、全然いけましたね。そんな感じか。いいですね。あと、そうですね。意外と体が汚れるなって思いました。ああ、それ何で行ったんですか？服装。行きはジャージで、帰りはこのほぼ同じこのスタイルで行って。向こうで着替えてっていう。そうです。行きだけジャージで行ったんですけど。あ、まあまあでもこの辺とかがもう砂とか、あ、汗と砂でも。ザラザラになっちゃって、あ、ちょっと汗拭きシート的なやつは持ってっておきたかったなっていう途中で買ったんですけど、うん、あと地味にサングラスが汚れて拭くもんがねっていう。あ、拭くもん困り。なるほど。メガネ拭きいるなっていうのは地味に困りました。だいぶ初心者ですね。
大丈夫、僕どれも持ってってないから。すげえな、それ逆に。何を持っていってるもう、なんとでもない。モバイルバッテリーとスマホぐらい。もうそんなもんね。そのサイクルコンピューターちょっと欲しいやつが持ってったらよかったって思いましたね。逆に持ってってなかったよね。もうスマホのストラバで簡単に記録は取ってたんですけど、もう充電が持たないんで。うんうん、記録用途だけでも最高欲しいは持てたほうがよかったなっていう、まあ、面白いですね、ツイッター。あれっすよね、データ記録しといて戻って見る楽しみがあるっすからね、うんうん、あ、こんな走ったんやっていうのがね、うん、なんか見ちゃう、ね、見る見るだってよ、その獲得標高すごいもん、2000ちょいでしょ。2900いったよね。2900、うん、なんかそんなもんって結構だったけどね、俺は。それ道、普通にまっすぐ行ってるところでそんなに登る。いやー、だって中国山地超えるんですよ。海から海に行くんですから。あー、まあね。それはあれですよね。極楽寺山を3回ぐらい超えてるってことね。いや、もっと4個ぐらいですか。4個ぐらい。感覚的には4個。そんな感じでした。まあ、次行くとしたら、温泉が、温泉入って一泊して帰ろうかな。温泉はいいですね。温泉はいいっすよ。ね、三瓶山のふもととかは温泉がいいじゃないですか。三瓶山のふもとはいい。いい。牛乳がまたこう近くで、はい、あの飲めるところがあるんで。温泉の後の。いいっすね。いっぱい。最高っす。次は温泉宿泊ライドにします。僕ですか。楽しかった。楽しくないところはないですからね。正直文句言いながら走ってるんですけど、YouTube とか見てもらったら一応分かると思うんですけど、文句言いながら楽しいですから。文句言いながら楽しい。たけちゃんはロングライドはどこに楽しみを見出してますか。でも全てにおいて楽しみを見出してますよね。全て。途中の発見があったりもするし、あと、あれですよ、走り方。走り方。もうなんかもう、なんていうかもう疲れないような話ですけど、それをやって、うまいことやって達成できたとき、いけてるってなったときは、達成感がすごいですよね。なんか、やったなって、まあ、計算通りだって感じだったら最高です。計算通りだって。いけるいけるっつって。このままだったら400キロいけるなとか、そういうのちょっと分かりだすって。走りながら、どうやってやったらもっと疲れるんだろうとか考えたら、ああ、でもそれは思うね。あの、登ってる時とかね。うん、あとやっぱり一番の楽しみって言ったらあれですよね、普段行かない街の景色とか、もの見たいものとか、僕大体見たいものを決めていくんで、はい、そこに行ってっていうのが、サイクリングの経験プラス、その見たいもの、道中をめちゃくちゃ楽しんでるところなんで。なるほど、うん、あ、もうこれはもう全部楽しいことですよ、ね、それ苦しいことがいっぱいありますけど、うん、それも含めてなんか旅行行程全てを楽しんでるって感じですよね。うん、それでも同じところずっと行ってたら見慣れてこう、あの日本海は飽きたかもしれないです海だなって感じです。なるほど。ただなんか季節によっても景色変わると思います。ああ、うん、そういうのを見ながら空気感とか。そうですね。そう、楽に走りたいで思い出したんですけど、はい、あの登ってる時に、はい、何メートルこの先何キロ登るのかっていうのを分かるようになりたい。あ、知る、分かるツールが欲しい。なんでもう終わりなき登りみたいに感じてしまう。終わりなき、そうそう、ゴールが分からんかったらすごい気分がメンタル的にやられそうになっちゃうんで。あ、いい方法あるっすよ。何ですか。2回目同じ道走りっす。違う。まあまあまあ、あのどんどん同じ道走ってると洗練されていく感じとして、それもそれで楽しいんだなって気がします、はい、そう、あれもうちょっとこうやったら速くなるなとか、ちょっとあの最近時間との戦いもやってるんで、次もうちょっとアベレージ上げるのどうしたらいいかなっていう、あの
どんどん成長を感じるっすよ。あ挑戦できるっていう。あ確かにそうか。なんかあんま挑戦することってなかったじゃないですか。あロングライドって簡単に挑戦してできて失敗しても何も知らんものないじゃないですか。失敗じゃまあね、まあ、失敗しんどいからもうこの距離行かれへんかったから帰るぐらい、まあ、それぐらい何も失うものじゃないですか、うん、挑戦してもなるほどやったほうがいいと思うんですね成功したらもうすっげえなんかやりきった感があって。あなるほど。そうね、まあ、2回目はね2回目行ったわ。確かに何かにこう挑戦してそれを達成するっていうその工程は味わえるんですよね。あめっちゃ味わえるです、うん、満足感もめっちゃ高いです。もうただ走るだけで、あもう走るだけでも僕いいっすもんそういう心境になってくるっす。なるほど、うん、いいですね。はい、池田さんどうやったんですか。僕も結局最初からずっと楽しかったんですけど僕はあの距離より時間で今回は行ったんですけど、もうできれば24時間でぴっちり同じ場所に帰ってきたかったんですけど、うん、あのそのルート走って帰ってくる時にまあもう疲れたってなってちょっと早めに上がってきてしまったんですよね。それがちょっと後悔なんですけど、道中であのそれこそタケちゃんが言ってたみたいに現地でしか売ってない食べ物とかがあるんですよ。今回はあの世羅の方の道の駅で食べたの肉巻きおにぎりとか、あの甘酒、そこで作ってる甘酒とか、はい、稲荷寿司とかだったんですけど、そういうのがすごい美味しいですね。あんまり普段食べないんで、うん、でそれとは逆にあのコンビニがめっちゃあるんですよね、やっぱり日本って。ああ、まあそうですね。絶対コンビニ寄ってまうん、はい、あれをあの便利でもう最悪補給食何も持っていかなくてもコンビニがあるんでなんとかなっちゃうんですけど、はい、あれをコンビニ寄らんようにしたいなと思って。いやでもそれはあれっすよ、池田さんが何とかなるようなとこしか走ってないんでなるほど。でももっとこう現地のやつを味わいたいなっていうのはあったんですけど、あとはそのお客さんにここ行っとけよ、行ったら絶対いいよって言われた場所がいくつかあって、そこをなんとか今回巡れたっていう。一つはあの大乗流神社っていう神社が、はい、あの広島のその世羅の方にあって、あのそんなに有名な大きなところではないんだけどすごい御利益があるらしい。でそこにちょっと見に行ってみようと思って行ったんですけど、確かになんかこう神聖な感じはあったんですね。その山奥にあるんですけど、はい、山奥の湖のところにあるのにすっげー綺麗なんですよ。もう建て替えたばっかり。普通はこうなんかこう町で管理してる、まあ村で管理しててこう廃れていくような感じのイメージだったんですけど、全然違ってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。結構大きいんですか。大きい、全然大きくないです。だって本当に、うん、何本当村で管理してるっぽいやつですよ。へえ。この社がちょこっとは3つぐらいあって、はい、でそこであの絵馬が無料で描けるんですよ。おお。何描いたんですか。描いてないですここはもうちゃんとこうあの、はい、みんなが幸せにめちゃくちゃめちゃくちゃあの優しい人のお願いだったですね。いや成人ですね。ここもお願いしてますよ。何を。神社で。神社で。彼女ができますよ。いやいや僕のことなんだよ。あの村上さんや綿さんにいいご縁がありますように。何やそれ。それ出雲大社で、ね。出雲大社であの遠巻きに祈ってきました。遠巻きに自分のこと祈り自分のこと祈らない近い祈らないです祈りが近いな全然あの僕自分のこと祈らないようにしてますあやっぱり自分のこと祈らないことによって、うん、あのなんか誰かからあのポイント上がりそうじゃないですか。あこいついいやつだなって 自分のこと祈るより価値悪いわ。神様ポイント上がる価値悪いねそれは悪い。こいつは他人のことを思ってるから神様は多分見てる。ひくれてんな。この動画見ら
から見られたらちょっと問題なんですけど、多分神様のそういう願い事の方が、じゃあこいつをついでに助けてやろうかみたいなと思うんで、神様も YouTube 動画見てると。いや YouTube 多分見てないですよね。スマホ持ってないと思うんで。スマホ持ってない。なるほどね。ポイント稼ぎとね。僕はポイント稼ぎでそうやって言うようにはしてますけどね。今自分で上げて下げたら。いやでもあの神社とかちょっと見がちっすね。神社はすごい面白いですよね。ちょっと僕もちらっと行きたいところ見つけちゃったんですよ。あの東大とか行ったじゃないですか、はいはい、あれの途中にもうあの行ってはないんですけど、はい、山の中にめっちゃ綺麗 な、 そうな大きな、 あのなんかあの神社とか社とかそういうのが見えて、なんか竜宮城みたいな雰囲気がする。あ、こう人気のない東大に行く途中の何もない場所なんで、あれ何なんだろうっていうとこちょっと見つけたったんで、また行かない、ちょっとまた行かなあかんなと思ったんですけど、ま、何なんだろうね。なんか行きたいとこどんどん増えていきますよね。いやいやそうね、走ればまた増えてっていう。確かにそれはある。いやあれちょっと、いや待って、あの僕もそのルートでしまなみ海道行ったんですよ。しまなみ海道、目的地はあの自転車神社っていうのがあるって聞いとったんで、行ったことなかったんで行ってみたんですよ。その横にグラベルロードの聖地っていうのがあって、はい、ちょっとそれも一回見に行こうと思って、あしょぼいしょぼいと有名な、いやいやそうなんですか。で行ったらあの全然下調べなしで行ったら看板がこっちこっちってこう書いてあったんで、その通り行ったんですよ。で迷って、あそう全然どこやねんここみたいな。で最初のルートっぽいところに入ったらいきなり看板があってゴールって書いてあったんですよ。あれでもこ他のこう道探してもないしって思ってゴールから入っていったんですよ。ほんでまあグラベルロードがあったんですけど、その後自転車神社に行ったら、まずは自転車神社で手続きをしてくださいと。ほんであの別ルートがあるから、その別ルートで別ところから山に入って降りてきて、でそのゴールに到着するっていうやつだったんで、普通に逆走してたんですよ。すごい手順しっかり逆でいたんです。しっかり逆、綺麗に逆でいたんです。こっちって書いてあったんで、あ、こっちこっちこっち。あ、こっちって書いてるのが悪いですね。神社行かないけどですね。そう、まずは神社に行って、で、はい、そこで手続きをして、ちゃんと正規のルートが書いてあるの、もうバッコーンとか書いてあるの、その通りに行く。神社はですね、非常にあの巫女さんが優しくて、僕はびっくりしました。あのその時めっちゃ暑かったんですけど、麦茶をこう入れてくれるし、何よかったら中に入って休憩してくださいって言ってくれるし、すごいありがたかったですね。あそこのグラベルロードの聖地っていうのを全部行ってないんで、ちょっと半分ぐらいかじったぐらいなんで、ちゃんと行ってみよう。それがちょっと今回の心残りですね。なるほど。あの結構池田さん心残りのあるロングレードになってますね。そう。次に行きたいですね。はい。あ、そう。次どこ行きますか。ああ、それっすね。はい、ちょっといっぱい。出雲やろ。出雲はあれはもうあれ行きたいというより行かないといけないって感じ、ね。行かないといけない。使命なんだ。じゃもうなんか練習コースって感じですよね。なるほどな。定番の練習コースみたいな。あんまりあれなんで、もっと他のとこいろいろあります。面白かった。いっぱいあるんですよ。いっぱいってことじゃないですけど、大山のあたりに行きたいんですよね。鳥取県の。もうあの半径200キロぐらいは行けるかなと思ってるんで。あの大山の下の、この縄文系の遺跡があるんですよ。日本海側の最大級の。あそことか行きたいですね。やっぱり遺跡関係、なんかやっぱ歴史が好きなんで。それとかあれ四国もちょっと行ってみたいんですよね。四国にあるんですよ遺跡が。遺跡じゃないんですよ、なんだっけ、天然ミュージアムっていう。天然ミュージアム、あの水中に建物を沈めちゃって、あのこう潜れるっていう、下に行けるっていうあの施設があって、それが50年ぐらい前に建ってるんですよ。結構古いやつで。村上君は何ですか。僕はさっきのもう2日にして、
あ、2日間温泉に一泊行きたい。それはもうぜひ別府に行ってほしい。あ、別府、別府そっち行こうかな。どっかあったんですか、アテが。いや、もうさっきの三瓶さんの行こうかなって思ったんで、ね、温泉はいいんじゃないかな。一泊するんやったらもう間違いないやろ。絶対いい。絶対よ。村上さんはこっち側に行くんですね。はい、そっちに流れちゃいます、僕は。なるほどね。はい、僕はちょっと距離伸ばす方向でいきます。距離今んとこ それが第一考えてますね。僕も結構いろいろ行きたいところがあって、はい、西日本はあの今までこうツーリングとかで1泊2泊3日でいろいろ行っとったんで、はい、なるべくこう1日でパッと行ってパッと買ってくれるぐらいのところをちょっと目指してるんですけど、四国、お、あ、四国、そうですね、四国の天空のグラベルロードっていうのがあるんです。あ、はい、そこに来て、まずは海を渡って、はい、で山越えて、そのさらに上の山脈をグラベルロードがあるらしいんで。確かにそこも行きたいな。いや、四国はいっぱい行きたいところですね。あるっす。問題はですね、1日で帰ってこれるんか。そう、ちょっと無理っすよ。ちょっと余裕を持ちたいっすよ、四国に行くなら。確かに岩壁の様子がちょっとちゃうやろ、四国って。はい、広島となんかスーパーリンドとかありますしね。あ、そうですよ、行ってみたいですね。行ってみたいですね。そこは僕も行きたいな。でそこと、あとは、西の方ですね、今度は、はいはい、うん、福岡を越えたい。福岡越える。福岡を越えて長崎ぐらいまで行きたい。あ、いいっすね。長崎はまだ人生で1回しか行ったことないんで、長崎の佐世保バーガーでも食べて帰ってくるっていう。坂の町は自転車使えるのがちょっと試してみて。坂の町、坂の町どれほどのもんか見てみたいです。なるほどな。なのでそこまで行くと、あの結構、まあ、400ぐらいになるんで、距離が、はい、だからもう輪行です。輪行を駆使します。それがいいでしょうね。片道で行って感じるのがいいんちゃうかなと思うんですけどね。輪行入れたら帰ってこなくていいじゃないですか、ズバッと走って。そうですね。でも僕自転車で帰ってきたいな。あの自転車で帰ってくると、この何お 店, かお店で言うと、お店から半径50キロぐらいって前いつも走ってる場所やんか。まあまあ、よう行く場所じゃないですか。飽きないですか。いや、全然大丈夫です。全然走るの無心で。無心でもないですけどね。乗るのが楽しい。乗るの楽しいですよ、普通。なるほどな。考え用途とかしながら、うん、まあ、それはまあ、しかも50キロって短くないですか、半径。いや、俺な長すぎたと思った。10キロぐらいって言い直そうかと思ったけど。岡山の方行きたいんですけど、ね。岡山いいですね。岡山の津山おすすめです。津山にあの白星博物館があるんで、それ絶対好きや。それ、その津山の白星博物館、一人の人が作ってるらしくて、なんか趣味で集めてて。ちょっと見てみたいですね。いや、あのね、想像をはるかに超えてるから。一人黙々と。いや、ほんまにすごい。いや、めっちゃ見たいです。いや、ほんまにすごい。あの、マジない。マジな博士。はい。それ、僕の、あの、何、記憶が正しければ、それを作った人もそこに展示されている。おー、マジっすか。あの、臓器が。すごい。おー、臓器と、さすがに博士にはされなかった。博士あんまりなかったような感じがするな。臓器やったと。ちょっとそれ見て、それ見たいっすよ。ちょっと狂気地みたいですね、見たいっすよ。本当にすごかった。いやー、そこまで来るとあれは。もっとこう、有名になってもおかしくない。あ、もうそこ行きます。いや、あの、ちょうど多分津山の近くに僕の行きたい場所もあるんですよ。あ、いや、ほんまにって、ちょっと驚愕する。これどうやったんやろみたいなのがいっぱいあって。津山はすごくいい。津山の上にある人形峠。人形峠、人形峠、あ、でも人形峠微妙にあれだ、微妙に鳥取かも。人形峠は僕よう行ってましたわ。そうなんですか。うん、人形あのウラン鉱床の発見されたところはある。へえー、ちょっと
そこ見てみたいなっていうと、そう、ちょうど多分津山ってその下の方じゃないですか。やばいな、ちょっと距離が伸びると行きたいところがたくさん出る。そうなんですよ、半径200キロ行けるってなるともういろんなとこあるんで、うん、いやもう距離伸ばした方がいいっすよ。うん、そうですね。まあまあいろいろ話は尽きないんで。尽きないんで、そうもう30分以上話してもみたいな。やばいですね。そろそろ終わりにしましょうか。はい、多分これで皆さんの、 あのモチベーションも上がってると思うんで、うん、まあでも最初からいきなり200も300も行くのはしんどいんで、最初はまあ50キロとか、まあ人によるっすけど、ちょっと頑張って200キロ走ってみるのがいいかもしれないです、うん、調整って意味で、あかんかったらあかんかったで帰ればいいんで。なるほど。ちょこっとずつ刻んでいくのもなんか微妙かなって気がします。まあ、うん、はい、マジですね。ということで、はい、今回はロングライドの雑談と、はい、ちょっと締めてください。締めとこだろう。ああでもあれですね、まあ、おすすめのスポットとか、はいはい、お店とかあったらコメント欲しいです。あ、はい、観光マップに載ってないところがいい。ああ、いいですね。まあまあ、いいところだったら何でもいいですけど、いい、ね、グランピーから半径200キロぐらいだな。もしかしたら僕が行くかもしれないです。ぜひコメントください。はい。はい、この動画良かったら、高評価とグッドボタンお願いします。っていうのを言っておきましょう。丁寧だな。いや、ちょっと思い出しました。はい、了解です。はい。はい、そんなところで。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。